あどうもおはようございます。昨日すいません、あの夜アップしようと思ったんですけど、えー、なかなかえちょっと忙しくてアップができなかったんで、えー、今この時間帯のアップとなっております。えー、っと昨日すいません、えー、っと朝ですね、えー、アップした動画にちょ、あのまあ、養魚場巡りですね、金魚屋さん巡り復活させますということで、えー、復活するにあたって、えー、金魚屋さんにチャンネル 登録者数が今500何本なんで, 500, なんなんで500ぐらいですっていうより600がいいのでちょっとチャンネル登録あと少しで600になるんでよろしくお願いしますって呼びかけたところ、えー、数名の方が登録してくれたので、えー、ありがとうございますあと30人ぐらいですかね30人ぐらい多分あと1週間ぐらいで600いくんじゃないかなと思うので600いった時点で えー、ちょっと600という肩書きを引っさげてですね、大した変化もないんですけど、まあ、チャンネル登録500というよりか600って言いたいだけのことなんですけど、えー、引っさげて、えー、養魚場巡りの旅に出発したいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、全然、全然、前回ぐらいにですかね、アップした、あ意外と最近ですかね、<laughs> アップした200の水槽でやっぱりちょっと何かしらの病気を持ってますしめちゃくちゃかゆそうですね。あの最近かゆそうにも特にこの子がですね、えー。ちょっと肌の色もほんの少しピンクがかってるんですかね。ちょっとやべえ感じになってきたのでやっぱりリセットを決断しました。なかなか205リットルですかね。全てで205リ,リットルの水槽120センチの水槽をリセットするって勇気がいることなんですけど。 えーまあ、季節も変わるということで一気に、えー、リセットしていく動画の。 もうごく一部なんですが、ちょっとあの記録取ったので、それを今日公開しようと思います。で、これが昨日の動画でした。あ昨日撮影した動画です。えー、まあやはり205リットル、120センチの水槽をリセットすると、それなりの時間がかかるので、一応夜アップする予定だったんですけど、えー、疲れ果てて酒飲んで寝てました。 まあそれでも計画を立ててやったので、多分1時間ちょっとですかね、大体1時間ぐらいで終わったと思います。結構効率よくやれたと思います。で、他に外の船の冬眠明けの作業だったりもいろいろやって、昨日はもう日が沈んでもずっとライトつけて作業をしておりました。 皆さんもぜひぜひあの水槽リセットするときは頭の中で計画を立ててやった方がスムーズに進むと思いますので、えー、よろしくお願いしますで。こんな感じですね、ちょっと別の水槽に移してですね、ヒーターを入れて、えー、少しずつ、えー、上げていきたいと思います。で今回ちょっと2つの水槽にまだ軽症なこの子たちですね、様子見の子たちは遠浴です。 で、向こう側の奥のです子たちはもう水温もですね、少しずつ少しずつ上げていって2週間ぐらいかけて治療していこうと思います。もう最,初最初はですね、塩、え、浴、ー、からスタートなんですけど、えー、少しずつ温度上げて高温治療に変えて、えー、最終的にはもう薬も入れようと思います。しっかり、えー、薬で治していきたいと思います。で、これ外付けの、えー、ろ過システムでもホースの中もこんな感じで。 えー、めちゃくちゃゃく汚れてますけどこの中で洗う器具っていうんですかねこう突っ込んで洗うなんか持ってるので意外と一発で綺麗になるんで気持ちいいんですよねこの中洗うのこういうところですねそんな感じで今120の水槽の中久々誰もいない金魚ちゃんがいない水槽へとなってますが綺麗にですね磨いていきたいと思います で、中のフィルターをすべて、えー、まあ、庭に出して、洗っていきます。もう水道水で全部洗っていきます。ここでおもう、おいおい、もうバクテリアがなんだかんだって突っ込まれるかもしれないんですけど、あのー、許してください。もう、バクテリアも全部殺します。で、もちろんバクテリア全部殺す、イコールその、菌ですね。ええー、病気をですね、もう全部ぶっ殺していきますので、 これもちょっと怒られるかもしれないですがティファールです。便利なティファールで100度ぐらいですかね。100度ぐらい上げたティファールのお湯で殺菌していきます。こんな感じですね。皆さん怒らないでくださいね。とにかくこういう病気が理由でリセットするときはもうこれまでですね、あの築き上げてきたバクテリアがあの上手に 育った水槽ですねもうそういうのも全て忘れてもしょうがないです。あの自分はもうこうやって完全なるリセット状態を作り上げます。で、これがあの、あれですね、ことぶき工芸のあの、パワーボックス900です。これも5ヶ月ぶりですかね。4ヶ月か5ヶ月ぶりぐらいの掃除となります。もうヘドロだらけだと思ったんですが、意外と。 そうでもなく、ちょっと拍子抜けしたんですが、えー、こんな感じでしたね。意外ときれいかな、匂いもせず、あら、って感じできれいだなと思って、このまま飼育水でざっと流して、作業を完了しようかなと思ったんですけど、やっぱりここも、 100%殺菌しないといけないので、えー、さっきと同じ工程で、えー、綺麗に隅から隅まで、あのー、掃除します。ど、どんなもんなんでしょう意外と綺麗じゃないですかちなみにこの寿こきパワーボックスですね、900ですね。あのー、自分はもう超お気に入りです。 あの、まあ、水流が強いっていう意見もあるんですけど、あ、これですね。えー、もう100度のお湯で、ティファールちゃんで、えー、熱湯していきます。これを二回りしましたね。これが一回り目で、仕上げでもう1回熱湯をぶっかけました。もちろん水道水できれいに洗った後の熱湯ぶっかけです。で、こんな感じで、水槽もきれいになりましたので、えー 新しい水道水を入れていきます。そうです。あの、パワーボックス900ですね。自分は、あの、非常にお気に入りです。で、水流がですね、えー、水の流れが、もちろん調整できるんですが、あの、どうしても強く出ちゃうっていう、あの、コメントも多いんですが、あの、自分はうまくいろいろ、えー、工夫してですね、上手に使いこなせてるのかなと思って、まあまあ、大の、 お気に入りです。いいですよ。パワーボックス900は。で、えー、水替え入れた直後ですね。で、直後っていうのはもう、どんだけもう、皆さんも、あの、ね、あの、今見てる諸先輩方もですね、あの、これはあるあるだと思うんですけど、どんだけきれいに水槽を洗ってもですね、あの、外付けのさっきのパワーボックス900ですね、どんだけきれいに洗っても、 あの最初ですね、スイッチを押すと、やっぱりカスみたいなのが、ボわって出てくるんですね。で、また、パワーボックス900回したばっかりの状態なんですけど、ああ半日も経てば、まあ、綺麗になってますね、そこの,あの後ろの2つの投げ込み式フィルターもゴミ吸ってくれますし、また新たにパワーボックス900がこの小さなゴミをですね、 えー、吸い取ってくれますので、えー、半,半日一日差ではすごく、えー、きれいな、えー、状態に戻ります。でこれから一応カルキ抜きを入れてですね多分2週間ぐらいですかね2週間後ぐらいにじゃあ、えー、ドイツをどの子を入れようかなということなんですがまだ全く決まってないんですがまたあの新たに再スタートした時はあの公開しますので、えー、ぜひ見てください。 なかなかあの今真ん中の方に映ってるあの飼育水がずーっと蓄積して垂れた跡が水槽の裏側についてるんですがなかなか手の届かないところで一人では無理なのでああいうところもですねいつか掃除したいですねこうやって一応きれいにべてえ内側水槽はですね磨いたつもりなんですがえこれもいい あるあるなんですがどんだけ磨いても新しい水入れたときにあここみ磨き忘れてるとか、えー、なんかそういうのが目立ってですね気になるこういうところですね磨いたはずなのにまだ汚れが残ってるっていうですねこれもあるあるだと思います、まあ、そんな感じで今日も最後まで見ていただいてありがとうございます水槽リセットの 動画でしたそれではあごめんなさいあと最後にこのチューブですねパワーボックス900のチューブこれもきれいに洗いましたこれ取り替えたんじゃなくて中を中をきれいに洗いました